こんにちは、トマです。イエです。今日は結構要望が多かったので、僕のウォーミングアップのルーティーンを流していきたいと思います。で、結構数が多いんで、一つ一つを説明するっていうよりは、まあ、流れを見ていってください。はい。で、大体アップを始める前に、まあ、こっち側にも2台あるんですけど、ほぐれるっていうもので、体を整えてからウォーミングアップを開始します。これはなんかよく胸を鍛えてるのかと思われるんですけど、逆で胸を伸ばしてます。重さで重さを感じる感じですか、逆に。よし、じゃあポールいきます。じゃあ次はみんな大好きハーフポールに乗っていきたいと思います。ここでも股関節でちょっと調整しながらやってます。わかる？ここが説明するのって話だ。おいしょ。で、今肩甲骨を調整してもらいます。その後呼吸、ハーフポールって見た目より今まで難しいよ。全然ない。初め見たら余裕だろと思ってた。なんかウォーミングアップっていうから、もういきなり壁に取り付いたり、そういう指系やると思うけや、ちゃんとあるのね。そうだ、呼吸とかコアからやってます。なんか疲れやすさが変わる気がする。疲れづらくなるというか、まあ、いきなり動いても動けるけど、これ最近見つけたんだけど、手をハートにすると浮きやすいって。もっと気がする。気がする。やりやすい。こんな感じでした。こうやってなんか大体確認して。普通にやってるけど。今最後適当だけど。すごい。来ましたね。次は何ですか。次。はい。みんな大好きゴムチューブ。これでこういう感じです。このお腹のところに入れてる。あ、これはなんか。下をできるだけフラットにしたいから、くびれをこれで潰してます。背骨まっすぐにするってこと？できれば。で、本当はここもこうやります。あ、こうやって本当はね、本当はこうやります。はい。で、僕は結構角度を変えながら足の、初めこうやったんですけど、こことここで全然効く場所が変わるので、これをいじりながら。で、本当は逆もです。今日は説明なので、これまずどっか行って、次はこの足の内側の筋肉を温めていきます。で、よくこういうのは見ると思うんですけど、僕はこれも
こうやって前、真ん中、後ろ、でこの3つの部位に分けてアップしてます。見た目よりもきついと思います。これはきついね。これも変なところできんじゃって、でもこれがうまくできるとスラブとかが全然違うと思います。スラブか、これはね、どこが当たるの？足の内側。足の内側、うん、何筋？もともとはなんか白筋という筋肉が弱いからって鍛える目的で教わりました。ちなみにこれに人を乗っけられます。はい、次、はい、あ、ちなみにこれはスポンジじゃなくてタオルでもいいです。みんな大好き体幹、さっきからみんな大好きしか言ってないこれお腹の下に敷いて、こうやって手はこの向き、交互して、で脇を閉じて、でこれをなんかまあ何回か、でまあできたら片足とか、で次にこの姿勢のまま片手を伸ばします、でこの時にこっちに寄らない、真ん中をキープしながら、 できたらしく、これ見た目よりめっちゃきついです。絶対きついね。真ん中を維持しながらしく、でこれでチューブとかを引くとさらにトレーニングになると思います。次、はい、カモン。次、背中です。これ家にある人なかなかいないと思うんですけど、ないね。まあアップで、なんかクライミングっぽくなってきた。ちょっと背中を軽く、今これを重さを上げていきながら300キロぐらいいけるんですけど、ちょっと重量が足りないんで今日は50キロ。今日はね、こういうの何回かやってます。雨がすごいね。雨やばいな。こういう感じで何回もやってきます。はい、はい、次は歌舞伎です。歌舞伎ストレングですね。これはまあデッドリフトです、池田くんに教わりました。僕が使ってたのが取られました。なんかインスタで池田がやってるのを見てやってみてえなと思ってね、教わりに行ったら、気づいたらここにありました。選手だから僕らがやばい。あ、結構重いね。120kg。 よし、なぜか目を細めてしまう。これやってない。
なのを、うん、この幅とこの幅でやります。はいはい、懸垂うまいっすね。本当ですか。はい、こんな感じで普段はアップしています。で今回はなんか紹介っていう形だったので回数とかはそんなに多くはやってないんですけど、まあ回数が知りたいっていう人コメント欄にコメントください。でこのあと大体いつもは壁の方に行って指先のアップだったり、まあ、背中をもうちょっと温めてから本気トライしてます。皆さんももし参考になったらぜひやってみてください。行きます。戻ってきます。いらっしゃい。